経営戦略、竹下塾です。皆さん、お元気でしたか さあ、今回はですねたった今ね、えー、作ったあご飯とですね梅干しの要は写真チラシを作りましたネット用のチラシなんですけどねはい、えー、こういうふうにですねこのスマホというのをね上手に使って、えー、今度はこのーホームページの中でこの画面の中でねスマホの中だけで、えー、完結していこうというねご提案なんです、えー、今回はね、えー、熟成のカ原ラさん家のですね、えー、ご飯とおそして、えー、梅干しをですね イメージ広告を作ってみました、まあ、こういうことをね、えー、皆さんに、えー、お教えしてます。竹下塾です。それではまた次回お会いしましょう。